北海道教育大学付属釧路中学校は、北海道釧路市にあった北海道教育大学付属の中学校、北海道教育大学4校の一つであった。北海道教育大学の付属機関であるため、教育実習が多く、毎年研究大会が開かれており、実験的な授業が行われることも少なくない。同校教諭は、大学職員という位置づけである。 学校長は教育大学釧路校の担当教授が任ぜられるが、実務は副校長が担っていた。釧路市内全域が通学指定区域であった。登校の手段としては多くの生徒が釧路バスを利用している。生徒数は1学年3学級編成。北海道教育大学附属釧路小学校から進学した約80名と中学受験をして入学した約40名で、 構成されていた。付属高校は存在しない。常設部活非常設野球部は、釧路地区優勝、全道進出、吹奏楽部は強豪であり12年連続全道大会に進出している。2012年は吹奏楽は全道大会を逃したが翌年に全道大会への切符を手にした。非常設ではあるが、バドミントン部も強豪であり、 毎年全道大会で成果を残している。水泳部も2017年に全道中大連で男子400メートルフリーリレーで従来の大会記録を大きく更新する大会新記録を受立するなど大躍進をし男子総合優勝を果たした。美術部は毎年数多くの作品が受賞し、また部員による同久白市芸術館で開催される展覧会の アートウィーも手掛けている。科学部は2012年度の発足以来、2013年の科学の講師へに出場。釧路市有学館での科学やタイムラの出展など、様々な活動をしている。ありがとうございます。